難解だったり、独特だったりする言い回しが、インターネット上で、ポエム、新次郎公文、などと指摘されることの多い小泉新次郎元環境省、43。自民党総裁選、12日告示、27日投開票、への出馬を表明した6日の記者会見では、用意していた原稿にたびたび目を落としながら公約を説明すると,とともに安全運転で質疑応答も乗り切った印象だった。 出馬会見に臨んだ小泉氏の表情、発言の軽さ、反省、環境省時代の私の発言が適切に伝わらなかったことがあったとしたら、それは反省しています。記者会見で、環境省時代の発言の軽さをどう総括しているかを問われた小泉氏はこう述べ国民に伝えたいことが明確に伝わるよう努力したいと返した。首相になる資質があるかについては、 国民に判断をいただくこと、と交わした。会見では、自民党を変えます。古い自民党と決別する覚悟ですと改革路線を強調。自民党をぶっ壊す、のフレーズを掲げ、大逆転で首相に就任した父淳一郎氏を彷彿とさせる発言に、SNS、ネット交流サービス、では、父親譲り、との受け止め方もあった。小泉氏をめぐっては、 その独特の言い回しが中身がなく意味不明とたびたび批判されてきた。2019年9月に戦後男性最年少で入閣し環境省となった小泉氏は就任直後、米ニューヨークで開かれた気候行動サミットの関連イベントで気候変動対策についてセクシーに楽しく取り組むなどと発言し、物議を醸した。また、 東京電力福島第一原発事故に伴う除染廃棄物を中間貯蔵施設から30年以内に県外に搬出するという年限について、記者団に、これは福島県民の皆さんとの約束だと思います。その約束は守るためにあるものです。などと述べた。こうした同義語を繰り返す、新次郎公文はインターネット上で話題になり、 小泉氏が8月末に開設した YouTube チャンネルの動画には、1800件以上のコメントがつき、公文を真似た投稿が相次いでいた。だが、立候補表明の会見中では、付箋がびっしり貼られた手元の原稿に何度も目を落とし、質疑応答でもそれを見返しながら言葉を選びながら発言している様子だった。SNS では、公約の説明を中心に、安全運転、 が続いた会見の内容に対して、信次郎公文だらけで、尻滅裂になるかと思ったら違った、といった反応が目立った。デジタル報道グループ。